女性の声が聞こえるとかいうのがあって、曲がりきれずに死んだとかそういうのがあって、まあいろいろとね、魔のカーブとか中で、トイレが結構なんか死んだっていう、こじょう行けたんだよ。そうだね。どういった場所なんですか。まあ、トンネルが2つあるんだけど、はい、そこが心霊スポットだったということ。これがね、すっごい急なカーブだった。はいはいはい。だからもう今結構広げられてるけど、はい、そのカーブでね、結構事故を起こしたりとか、曲がりきれずに死んだとか、そういうのがあって、まあいろいろとね、魔のカーブとか、中で女性の声が聞こえるとか、いうのがあって。で、今日はちょっと特別にね、そうですね、僕の友達も、怖いのが大好きという。どうも、こんにちは。こんにちは。まあとりあえず女性のがいるという噂を聞いて、もしいたら、全然その、彼女にしてもいいと思います。一回ね、僕ここ来た時に、はい、ここのトンネル通ったんだけど、はいはい、車が止まってて、トンネルの前で演出して、しかも女性がね。なんか、車が、ちょっとね、危ないよ。大丈夫ですか？あ、大丈夫。いや、前回は来てなかった。そう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 、ね、そのそういうのがあって、うん、えっ、うん、ねえ、なんかこんなんあるかな普通。ないですよ、なかなか。なんかちっちゃく書いてると思うけど、なんかこうやってある自体、なんかやっぱり事故が多い。そうですね。そうだね、古いもんねこれ、かなり。なんで書いてある？のぞいてたんだよ。でもそんなに古くはないちょっとなんか明治1年とかやったらちょっと多いですね。多いね。高校生のそういう通学路あってるから、はい、やっぱりちょっとジュース買ってポイッと捨てたりあるかもね。結構いろんななんか心霊スポットとか行くんですけど、なんかここあんまりそのなんかね、そうね、感じが悪い感じがしなくて、ちょっと。まあでもこの上がね、種松山ってとこで、火葬場あったり。あ、あやめ工事しよう。まさかの。え、なんだこれ。これゴミっすよね。なんかファンクラブかなんかで多分飛ばされたんだよ。そうね。なんであるんだ。なんだこれ。ここなんだ。結構やばいねこの辺。さっきからずっとあのね、マークみたいなのが。なんか。ここだね、だいたい。前この辺で。死んだ人っていうか、今はないかもしれんけど、
あのちょっと 100メートルか550メートル進んだところになんかそういうお花みたいなのがあって、もうだいぶ20年以上前、20年かな、それぐらいあって、松山公園、松山公園、 YouTube でも夜行ってみてくださいっていうのがあって、はいはい、めっちゃ広いじゃん、広いじゃん、これこう猫ってことや、そう結構広いで、ちょっと今日はね、あのこの上にある池の方にちょっと面白いものがあって、それはこの辺は、この辺は全然面白くなくて、ただのただの公園、そうそうそう、おお、映ってるじゃん、景がめっちゃ綺麗。ここトイレが結構なんか死んだっていう。トイレ切ってる。勇敢な感じ。あ、でも確かに。やばいこれ、なんか。人気あるねー。なんか外だなこれ。その場に向かっての道になってる。導かれとる。導かれてる。なんなんこれ。どうすんの、どこ行くんだろう、これ。え、なんだこれ。なんだこれ。え、飼育人。なんだこれは。ネズミと、なんか、大黒様みたいなのと、お地蔵さんがあります。もう一番後ろ歩くのがこうだろう。地蔵手。地蔵手。お、お、お、お。お、なんだこれ。ジェイさん、これですか、この辺、このゴールで上にこう、ほら今でした、え、え、私は何とかって書いてある、だからだから、え、なんこれ一気に変わったよ、これなんだろう、これそう、そう、ほら、あそこにもおい、ポリ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 、あ、すごい、天まで続く親心込めてさようなら、なんか水筒のこと怖いことですね、七転び八起き、そうなんだ、なんだその日ってのが下もあるよ、そうか、めっちゃおるってことゲート、おや、めっちゃおる、やばいっすね、ちょっとなんか、あ、いつもなかった、あの、ゴーゴーしてます、ちょっとなんか怖いっすね、なんかね、いや、もうほら、もう怖いっす、目がキリッときてる、あの下なんだろうな、あれ、動くの、あ、電気つく感じなんや、いや、あ、そういうわけじゃない、いや、いや、いや、これ、ろうそくっす、これほんまじゃない、ろうそくっす、線香とか、うまい、ろうそく、ろうそく、ろうそくある、電気のはい、なんかね、一周してきてね、やっぱりめちゃめちゃ暑いんですけど、なんかでも結構今まで行ってきた、本当ね、その心霊スポットよりかはちょっとなんか落ち、なんていうんですか、落ちるんですけど、めっちゃ途中とか本当にあのめっちゃ綺麗な、なんか夜景とか、夜景があって、なんかその遊びに来たりするんだったらいいかもしれない、本当に、そうですね、まあ、夜来る人はね、限られて、やることは限られて少ないですよ、こんちゃんが言おったね、はい、今日はもうありがとうございます、本当にありがとうございました、ちょっと暗いけど、なんかさっきよりめっちゃ暗くなってきた、ありがとうございましたね、本当に、これからなんか起きるんだろうね、牛蜜時1時40分、ね、というわけだね、ここからなんですけど、まあ今日はね、この辺でちょっと終わりましょう、ありがとうございます、はい、ありがとう、はい、裏番スピチューブ始めました、普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします、この動画をいいと思ったら
グッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。